現在は西日本でも雨の降っているところが多いということで、はい、こちらのリポートから見ていければと思います。はい、お願いします。熊本県熊本市北区、空はグレーの雲に覆われています。雨は止みましたがまた降りそうですねということです、うん、やはり九州は雨が降りやすいですね、はい、そうですね。今日 の空読みでも九州あたりですとこの雲底、雲の底ですよね、これがだんだん低くなってきたら雨というふうな空読みだったと思うんですけどもね、はいはい、今これちょっと高くなったんですけども、この後雲の底が低くなってくるようなタイミングが出てくることになりそうですね。はい、本降りとなりそうですか。はい、九州はちょうど帰宅時間帯に本降りになりそうですね。わかりました、はい、降り方としてはどん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 雨雲は移動拡大していくでしょうか。そうですね、強くなってくると思います、うん、はい、まず現状のところを見ていただきますと、まあ、熊本のあたりは今曇りになってるんですけども、その周辺部はポツポツパラパラ、まあ、サーとかザーっていう雨雲もあるんですけども、だんだんと雨雲が西から近づいてくることになりそうです。で、この後の予想をちょっと見ていきますと、まあ、16時になってきますと北部の方に濃い青色、これだともうほぼザーザー降りですね、はい、そして17時18時、この頃になってきますと、まあ、ザーザー降りのエリアがほぼ全域、そしてすぐ西側にはかなりこう激しい雨、を降らせるものが近づいてくるという、形になりますので、うん、九州方面、まあ、それから四国や中国のこう西部ですね、はい、お帰りの時間帯はしっかりとした傘が必要かと思います。わかりました。金曜日の夜ということで予定のある方も多いかと思いますが、最新情報を確認しお過ごしください。